アビゲール・ウォッシュバーンはアメリカのクローハンマー奏法の盤上奏者。彼女はソロプレイヤーとして演奏とレコーディングを行うほか、オールドタイムのバンドのアンクル・アール、スパロー・カルテットや実験的音楽のバンド・ザ・ウホースで演奏を行っている。また、夫のベラ・フレックとのデュオでの活動も行う。ウォッシュバーンはエヴァンストンに生まれ、小学校と中学校の途中までを ワシントン DC で送る。ミネソタ州の高校へと進学後、コロラドカレッジに入学し、大学で初の東アジア選考の学生となる。彼女はミドルベリー大学での集中講義で、夏の間に中国語を学ぶ。その後、中国にしばらく居住し、弁護士になる夢を抱く。バーモントに帰り3年を過ごした後、ウォッシュバーンは弁護士になるための中国への渡航を。 計画する前に南方へと旅行をした。彼女はバーセンターで仏教の勉強をして5日間の瞑想を行った。この人生を変えるような体験の後、彼女はセンターを去り自身の音楽家としての活動を始めすぐにナッシュビルのレコード会社からオファーを受ける。テネシーで彼女はアンクル・アールの創設メンバーとなるケーシー・グローブスと出会う。その後、彼女は バンドのツアーを5年間行う。オール GR は、ラウンダーレコードから、シーウェイツ・フォー・ザ・ナイトと、野によってプロデュースされたワーテルロー、TN の2枚のアルバムをリリース。アビゲイル・ウォッシュバーン。2007年マールフェスにて。ウォッシュバーンは、ノースカロライナ州で開かれる、ブルーグラスのフェスである、マールフェスの作曲コンテストに参加し、6カバイディクシーで2回戦を突破し、 ネットワークレコードレーベルの目を引く。彼女のファーストソロアルバムである、Song of the Traveling d a e r は、ベラ・フレックによってプロデュースされ、チェロビキのベンソリーと、カナディアントラディショナル、ソウルフュージョンバンドザ・ダックスのギタリストであるジョーダン、マクコネルが参加した。アルバムアビゲール・ウォッシュバーンザ・スパロー・カルテットの中の2曲は、ウォッシュバーンが中国で学んできた緩和語でレコーディングされた。 スパローカルテット、アッシュビルでの演奏。2008年。2005年、ウォッシュバーンはソリ、フレック、グラミー賞受賞フィドラーのケイシード・ドリーセンからなる、スパローカルテットで、中国に再び降り立つ。さらに彼らは EP ・アビゲル・ウォッシュバーンザ、スパローカルテットをレコーディング。アメリカ政府の要請で、スパローカルテットは2006年に、アメリカのバンド初となる、チベット公演を行う。 また2008年のオリンピック開催中に北京でも演奏。また2008年には6週の間、四川大学でアメリカンフォーク音楽の講師を行う。大学の人たちは私に会った時に正確に教えることはできないって言ったわ。正確に伝えるために全部の曲でジェスチャーを使うことになるかもしれないわねと語った。同年、スパロー・カルテットは アビゲイル・ウォッシュバーンザ・スパロー・カルテットのレコーディングを完了。このアルバムはベラ・フレックによってプロデュースされ、メンバー4人によって作曲、編曲が行われた。アルバムのリリース後、スパロー・カルテットは北アメリカでのツアーを行うとともに、ニューオーリンズ・ジャズ・ヘリテッジ、マール・フェス、ボナルー・フェスティバル、バンクーバー・フォーク・フェスといったフェスで演奏した。その後は再び、 中国に帰り、2008年のオリンピック開催中に北京での公演を果たす。その後、ナショナルジオグラフィックのライブに出演したり、2009年には、ピート・シーガーの90歳のバースデーコンサートである、クリアウォーターコンセールにも出演した。2008年の四川王地震の支援経験に、触発され、2009年5月には、上海レストレーションプロジェクトに参加し、 アフタークウェイクという音楽プロジェクトを設立。震災1周年の2009年5月12日、チャリティ EP をリリース。2週間にわたって、ウォッシュバーンとデイブリアンは、プロジェクトのプロデュースとレコーディングを行った。これは、学生の声と震災地の音と演奏とをミックスするものである。2010年の初め、ウォッシュバーンは、タッカー・マーティンをプロデューサーに、 コラボレーションアーティストにカイウェルチを招き2枚目のソロアルバムのレコーディングを行う。ウォッシュバーンは彼女のバンドザ・ビレッジと共にフフホトからウルムチに向かうシルクロードツアーに乗り出した。またツアーのゴールは素敵な音楽で交流をすることでその土地との架け橋となり彼らとの違いを解消することであるとし道中で演奏とコラボレーションを行うために 立ち止まった。アメリカ大使館と中国国際センターの支援によって学校や大学、映画館や万里の頂上などでのびのびと演奏をすることができた。また、その土地のミュージシャンとのコラボレーションも行った。その中には、漢民族、モンゴル民族、チベット民族、海族、ウイグル族のミュージシャンが含まれていた。一連の旅は映像化され、 YouTube で一般に公開されている。2012年9月、ウォッシュバーンは3 0ソングス3 0 d イズキャンペーンでニコラス・クリストフやシェディル・ウーダン、S ブックによるマルチプラットフォームのメディアプロジェクトハーフザスカイターニングアプレ n ション p r e c i a t i o n into Opportunity for e Worldwide をサポートした。2013年春、ウォッシュバーンの初めての劇作ポストアメリカンガルが 5月28日から30日の間、パブリックシアターのジ上エスパブで、ニューヨークボイスの一部として公演された。ウーフォースは2011年の終わりに、北京のクラブ、グコウ移り山で、初のステージを飾り、2014年の初めに再び、北京での演奏を行った。ウーフォースは2013年5月3日に、ティットグスンクのアメリカングローバルサウス集会に、登場し、 フローティングを演奏した。2014年1月12日、ウーフォースはニューヨークのグローバルフェスで演奏した。この演奏によって、カンフーアパラチアンアバンギャルドフォークロックバンドとしてアメリカデビューを果たした。バンドには多楽器奏者のカイウェルチ、中国古奏奏者のウーフェイも参加している。ニューヨークでの演奏に加えて、トリオでナッシュビルで演奏したほか、レコーディングをしながら、 アメリカツアーを行う予定もある。トリオは2014年の9月にシカゴ国際音楽祭での演奏も行った。2013年の5月にはフレックとの間に長男が生まれ、ウォッシュバーンは新しいキャリアに差し掛かっている。彼らは2013年8月からデュオでのツアーを始めた。1年後、ラウンダーレコードから彼らの歌声とバンジョーのみで構成されたデュオ発となる。 アルバムをリリースすると発表。レコーディングは自宅で行われ、プロデュースも自ら行った。このアルバムはビルボードのブルーグラスチャートで1位を飾った。ウォッシュバーンはバンジョー・ビキのベラ・フレックと結婚している。二人はナッシュビルでのスクエアダンスで出会い、彼女は踊り、フレックは演奏を行っていた。2007年8月、ウォッシュバーンとフレックの交際が報じられた。 2009年5月、ザ・ブルーグラス・インテレジェンサーのウェブサイトに、ドリー戦の、二人の間には、聖なる、万丈の皇帝となる運命の後継者が約束されて、いるねというジョークが掲載された。2010年2月、ザ・アスペン・タイムズは二人の婚約を報じた。2013年5月19日日曜日、ナッシュビルにて二人の間に男子が生まれる。ウォッシュバーンは、 24人の革新的で創造的な思想家たちとともに2012年にロングビーチで開かれたテッドに出演しアメリカと中国の関係に関するスピーチを行った2013年11月18日中国におけるアメリカ文化大使としての働きと同大学のアメリカ中国センターへの貢献を評価されバンダービルト大学における初のアメリカ中国 センター賞を授与された。ありがとうございます。